そして2回もおります。はい、ということで山田と大王でございます。おはようございます。おはようございます。はい、ということで本日はですね、快晴の札幌でございます。来ました。札幌はもう3年ぶりぐらいですかね、なんだかんだ。はい、はい、以前はですね、だよちゃん、やすくん、僕、3人でね、来ました。でね、まあいろいろありまして、ちょっとね、しばらく来れなかったんですけども、本日は、ゴーフェス2022札幌、はい、こちらに参加するということで来ております。素晴らしい、素晴らしい。今8時でございます。この時間からスタートで8時から始まって、で、今日僕らはですね、このゴーフェスの本会場ですよね、の方には午後からね、行って、午後参加なんですけども、その前の午前中の段階から、ゴーフェスのポケモンたちっていうのが札幌市内でもう湧いてるので、ゲットできますよと。うん、まあ、つまりもう、午前も午後も、もうこれですもん。いや、午前も午後もやってやろうじゃないかという感じでね、今日は頑張っていこうと。いう感じでございます、はい、ということで今回はですね、もうスタートですね。はい、こちらでございます。はい、はい、札幌のテレビ塔ですね。テレビ塔でございます。いやー、もう有名なところでございますね、ザ観光地というところをね、バックにスタートしております、ということで、じゃあイベント始まってますんで、実際ちょっとね、もうゲーム内見ていこうと思います。ゴーフェスの参加チケット午前午後、この金土日で選べて、まあ合計だから 6回コマがあるんですよね、参加するとですね、その公園の中で、今回中島公園ですね、の方に行くとですね、まあ、各エリアごとにポケモンの脇が変わったりするんですけども、まあ、僕今午前中なので、僕が選択したの午後で午前中なので、市内で、まあ、中島公園の中で湧くポケモンたちがランダムにわっと一応湧いていると、そういう仕様になっているとのことでございます。あとは本日からゲットできる通常のソースだと出てこないポケモンとかもいるということでね、今ね結構珍しい感じにはなってる脇がね、なんかルージュラみたいなのもいるし、沢村とかもいる。沢村めっちゃいるな。もう一応ゴーフェスなんで色違いの確率もある程度高いと思うんですよね。だから今日はもうダヨちゃんと僕でもう色違いをですね、もうバスンバスン取っていこうかなという感じですね。はい、じゃあダヨさん、ちょっとあれしましょう。色違いちょっと数競っちゃいましょう。え競っちゃう。午前中からちょっとある程度競っちゃいましょう。あ、マジか。じゃあもうカメラこいで。いや、ダメです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 、それはダメです。もう回しながらカメラ持ちながらこう片手でこうやってやっていただいて、バンバンしてゲットしちゃってください。他にもいるな。あ、いたいた、バオップちゃん、バオップちゃん、バオップちゃん出てる、出てる。いや、いいじゃん、これ午前中からバオップの色違いワンチャン狙えるよっていうことじゃん、つまりこれね、うんうんうん、さあ、はい、ということでバオップゲットぜ、やさす。いいな、すごく取れてる。はい、あとね、今見てて、あ、はい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 、デスマスとか結構久しぶりに見た。それすごいな。うん、デスマスちょっとね、普通のやつは出てこないからね、おう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 、普段なかなか出てこないガチのポケモンなんで、これは嬉しい。こういうね、色違いちょっと厳選しにくいやつらがバンバン出てきてくれるととても嬉しいですねと。あー、光らないですね。 OK、 まあ、じゃあ取っていこう。人出番が出てタップして喜んでたらそれ取らなきゃって今怒られました。そこをそういうの取らなきゃダメですってダヨちゃんに怒られました。ちょっとあんのいた、あんのいた。あ、違う、満タインじゃない。オッケー、あんの来た。はい、夕方ですね。はい、ウルトラなんかね、今回の確かあんのがね、ウルトラビーストとかのアルファベットだったはずなんだよね、確かね。色違い狙いたいっすね。欲しい、すごく欲しい、いっぱい欲しいんだけどさ、ちょっとまだね出てないからね。ペロッパフもねタップしつつ、いろいろちょっと、まあ、のタップして微妙だったらワンチャン全然逃げちゃってもいい。すごい湧いてるから今日。いや、すごいですね。普通の色です。いきます。来ました、今回の目玉の一つ。あー、帽子カビちゃんですね。カウボーイ、カウボーイハッティカビちゃんですね。よいしょ。これ何なんですかね。ね、なんでカウボーイハットなんだろうね。ね、急になんかカウボーイ。そう、どういう因果関係なのかちょっと分かりませんけども、はい。まあ、きっとナイアンの中にカウボーイハットが流行っているじゃないですか。ね、そして皆様に謝罪がございます。私山田、YouTuber という職業でありながら、
モンスターボールプラスで一発目の色違いを捕獲してしまうという、失態を犯してしまいました。誠に申し訳ございません。極力タップしますのでよろしくお願いします。すいません。はい、で、ゴーフェスが始まったということでですね、グローバルチャレンジがですね、始まっていたりとかしますね。今回グローバルチャレンジはフィールドリサーチタスクこなせようということらしいです。で、ゴーフェス2022札幌のリサーチが来てるんですけど、1ページ目がこれね、相棒系ですね。おやつ3個あげる、相棒のハート3個獲得する、お香を使う、はい、って感じなんで、まあ、すぐ終わりますね、これね。ちょうどカメラでね、完全なるガードができています、今。完全なるガードが。すごい。1ミリも動かなければ、この状態ならダヨちゃんずっと映しておけるの、これね。はい。ダヨちゃんも今日は山田チャンネルの T シャツを着てくれてね。ありがとうございます。ありがとうございます。ほんとね。みんなお願いします、よろしくお願いします。山田チャンネルよろしくお願いします。お願いします。はいはい、オッケー。1ページ目終わった。よいしょっと、はいはい、オッケー。さあ終わった。あ、モンボ22個ね。次がポケスト回してタスク3回終わらして相棒から飴もらってください。あ、なんか簡単だね今回ね。すごい、すごくハードル低くて嬉しい。オッケー。あ、カビちゃんも来た。よし、じゃあちょっとまた色違い狙いながらね、タスク等も進めていこうと思います。今ですね、時計台の方に来ております。札幌の時計台ですね。はい、以前来た時もね、近くは通ったんですけどね、ど真ん前には来なかった気がするんだよね。ちょっと遠いところからあれだーみたいな感じで、で、なんかよくさ、この時計台ってなんか札幌のなんか残念な観光地みたいな感じでいじられるじゃないですか。これそばまで来ると全然残念じゃないぞ。このなんか結構ちゃんとビルがわわわってある中にさ、一個ガンとさ、昔ながらのさ、建物建造物木造のさ建物がある。でその大きいかって言われると別に そこまでなんだけど、時計台って言われるとそうあれなんだけど、でも趣のある建物なので、ね、本当だったらこれね、なんか入れるんだよね、これね。いいなぁ。まぁ、ちょっとね、さすがに撮影 NG とかなと思うんで、今回はちょっとあれしちゃいますけども。見に来る余裕がある方、会場からもそんな遠くもないんで、全然ありだと思います。ちょっと観光地、まだまだまたあったらちょっと映していきましょう。なんか、ダイヤさん、なんか言いたいことが、お話ししたいことがあるということらしいんですけども、どうしたんでしょうか。ちょっと、私も視聴者さんに謝らないと、はい、いけないなっていうところがありまして。おいおいおい、なんでしょうか。いや、なんか、はい、丸い方が、丸い方がポチリとされていらっしゃったんですけど、ああ、なるほど、モンスターボールさんが、はい、ですね、なんでしょう、なんでしょう、なんでしょう、おいやー、あれー、おいやー、あれー、やったわ、やったんですね。これは、これみんなが欲しがる色違いヤナップさんだよ。モンスターボールプラスサムネにしたかったなぁ、それでは、皆様に一言どうぞ。申し訳ございませんでした。あー、すいませんでした。モンスターボールプラスの利用は計画的にね。なんかね、毎時00分から02分までが、はいはい、アンノーンがパスワークという情報なんですけども。素晴らしい、すごいですね。全然今ですね、僕の方の画面に反映されなくてですね、1分がもう経過してしまいました。で、今モンスターボールプラスだけが勝手に今検知して、無限にアンノーンを検知しておりますが、無限に逃げられておりますね、今ね。こういうこともありますよね。こういうこと、あー、やっと2匹目です。おいおいおい、映させてくれ。夕方のあんのが1匹出てるだけだよ、ずっとさっきから。しかもここ場所悪くて全然そうそうやねえな。あー、それも悪かったか。4匹ぐらいしかいなくて爆発じゃなかったな。くそー、失敗。よいしょ、
コーンフェス札幌ギフトでございます。嬉しいスポンサー。はい、何くれんの？そっから何くんの？あ、砂じゃん。おー、え、ありがたい。よしよしよし、はい、お、いいね。え、いっぱいくださいこの画像も可愛いね。うん、可愛いね、すごくいいわ。はい、今あの市内普通に歩いてたんですけども、ポケストップ触ったらですね、この表示になったんですよ。2017サマーということで、これあのローディング画面ですよね。アプリ立ち上げた時の画面なんですよこれ。だからこれ市内の多分こういう、いや広告が出てるところとかで多分連動する形で期間限定ポケストップが出てるみたいです。うーん、これ多いですもんね、マップ内。めっちゃ、うん、これいいな。これのギフトいっぱい集めたいもん俺。あとですね、今回の卵のボーナスがあるんですよ。4分の1になってるんですけど、卵が一生割れてます。もう卵の方でも高個体値厳選がずっとやれてるような状態で、うん、ただなんかそんなレアなのいないんですよまあでもね、砂がその分効率いいんで、そこはありがたいですね。だよさん、はい、やりました。何を？あの色違い出ました。何を出ました？見てください、こちらです。ペロッパフやったやったよ。しかもこれタスクなんで逃げない、逃げない、安心安全タスクさんでございますもうほんと素晴らしいですね。もうペロッパフちゃんと逃げないって分かってんのに、とりあえずズリ投げちゃったよね間違えちゃった、まあ、間違えちゃった、脊髄反射ってそうなんですよねありがちですよね色違いの伝説来て、あーズリ投げちゃったみたいなそう、金ズリあーってやつですね。ペロッパフ色違いゲットであざっす。うれしいペロッパフ、いやこれ嬉しい、これはむちゃくちゃ嬉しいわ。個体値どうだ？あ、まあこれ普通、これ普通ですね。贅沢言っちゃいけない。そうですそうですそうです、そんな文句言っちゃいけない、ダメですよ。はい、ちょっと今回さ、ヤナップの色違いね、さっきダヤちゃん出しまして、サイレント出しサイレント出ししまして、で僕は今ね、まあペロッパフ出して、え、よくない？ちょっとみんなが欲しがる側のさ色違いが割と出せてるんで、午前中から嬉しい。1時間でこれ始まって、確かにやばい、来てます今日来てますよ。カビゴン、カビゴン、今ここにももう一匹いたんで、多分また動いたら出ますけど、カビゴンが想像以上に出ます今回。ありがてー。ちょっとやめろ何やってん、何カビゴンも出るよ何してん、さっきちゃんタップする瞬間をさっきから取れませんなぜか取れないんです。今直前3秒前まで回してた、そうです素材のを見てるヤス君もきっとびっくりしてることでしょうなんで今それタップしなかったんって2匹並んでるうちの左側タップしたら青かったアキラ、リン、ありがとうございます、すいません、あ、聞こえ出しちゃった、今日は定期的にダヨちゃんに怒られておりますすいません、なんかちょっとね、ちなみになんですけど、この流れで言っちゃうんですけどね、このカビゴンとさっきのペロッパフの間でですね、モンスターボールプラスでルナトーンの色違いも取っております。すいません本当にこんな感じじゃなかったのにねはい、ということで色違いカボヤットカビゴン、やったぜ。いやー、これもう目玉取り終えちゃったじゃないですか。終わったねあ、終わったね、じゃあこれ1時間半でフィニッシュでございますあざっすやる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 、まだまだやる。猿欲しいもんだって、全然お猿さんたちがさ、まだ結局光ってないわけですよね。そう、なんなら僕この今回2回あったじゃんね、アメリカの時と、ドイツの方とそれぞれのやつでも解放された色違い、その後レイドとかであったじゃん、あれも取れてないから、それも欲しい。まだまだ頑張りますからね、はい、やりましょうやりましょう、行きましょう行きましょう行きましょう、よっしゃ。さあ、札幌駅前ですね、はい、南口の方でこちらサンバイザーを、ね、配布していたのでつけました。きちきちですね、いやーきちきちです。頭のサイズがちょっと私大きめなもんで、
サンバイザーとかあとスポーツ用なんかキャップとかだいたいこうなりますね。見てください、これ大丸の入り口なんですけど、めちゃくちゃ可愛い。すごい、ね、入りきらないですもん。いやそうだよね、ちょっと後でね広角のカメラで撮っときますけども、なんかねこれあのそもそもこの上がねポケセンもあるんですよね。そうだからすごくそういう意味ではポケモンの、結構その、まあ、札幌で言ったらポケモンここだよねみたいな感じですね。でここポケジェニックって言って写真を撮れるようなところがあって、ちょっと行ってみましょう。はい、こちらですね。はい、はい、ポケジェニックという下に、いやすごい、アンノーンたちがこうやって並んでいるんですね。でこれどこだと思ってこれ近く寄ってきたらですね気づいたんですよ。すごいんですよこれ。ああ、なるほど。そうそうそう、あそこの上にいるんですよ。あそこカバーについてるんだよ。あっ、あと誰もだ、ああ、いたいたいた。そう、あそこにいる方。でこれポケモンの、 あのゲームの中でもアンノーンあんな感じで壁張り付いてるんですよ。だから結構なんかそのおわっと思って再現度がすごく良くて、いやあのよくよく見るといるみたいな感じだ。今ちょうど来る時にね見つけてめちゃくちゃテンション上がった。これこういうのがですね今回この札幌市内ですよね、あのに他にもあるらしいんで、ちょっとあの見つけられたらですねまたそういったところも撮りたいですね。今回の期間中ですね、あの札幌市内でクレセリアダークライ、こいつらが出てるということで、うん、今ねすぐそばにダークライレイドがあったので入っちゃいます。よいしょ、よっしゃー。今回ね、しかもこれ別に今日イベント初日ですけど、明日とかもあの一応ダークライとか確かやれるはずなんで、だからもう全然今日はまあ野生をメインにしつつちょこっとレイドもやるぜぐらいの気持ちで、うん、よし、色チェックどうだ。あー普通ですね。ダークライの CP は何も覚えてません僕はね。2103でした。とりあえず僕のダークライちゃんは強いのかどうなんだいと。いやーさっきはね駅前風がすごいんですよ。ちょっと強風でね、ダヨちゃんはねもう危ないから帽子外してるんです。帽子がもう有名なんですね。そうなんですよね。でもなんか僕のサンバイザーだけ動く気配がないんですよね。なんどういう構造なんだろうか。ビクともしないです僕のサンバイザーだけポケモン社さんの企業努力の賜物ですかね。じゃあ色違いチェックします。せーの、どんどん。はい、やばい。あ、なんで AI になってんだお前は。なんでやねんお前は。でまた CP に2体に寄ったりな感じで、次行きましょう。クージです。はい、アンノーンチャンス、アンノーンチャンス。ここにいる全てのアンノーンをタップしては逃げ、タップしては逃げ。色違いかどうかのチェックだ。アンノーン、アンノーン2分ほど。アンノーンどうだ、あの、待って、あんのいる、あんの、あんの、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、あんのいるんだけど、人手間出てるから、ちょっと取らせて、ごめん、あんの出てるんだけど、あんの出てるんだけど、人手間出てるから取らせて、人手間だけ取らせて、ごめんね、ごめんね、ごめんね、あんの、いや、分かる、分かる、気持ちは分かる、気持ちは分かる、でも俺の気持ちも分かって、うん、俺の気持ちも分かってくださいね、うん、あの、人間関係って、そういうの、お互い差しが大事だから、すごい、よしよし、あ、オッケー、捕まって、うん、次、あんの行く、ここから、ここから、ここから、あんの取って、大丈夫、大丈夫、大丈夫、いける、大丈夫、ここからあんのちゃんと色ちゃん出すから、俺、今日、すごく取れ高あるから、いいの、いいの、すごく運があるから、俺、でも出しちゃったら、出しちゃったら終わっちゃうから、出しちゃったら終わっちゃうんだ、どうしたらいいじゃん。オーケー、とりあえず全部食べた、全部食べた。どっかにいるだろう、一匹くらい、一匹くらいいるだろう、どっか一匹くらい、青いのが、青のオンが、青のオンが一匹くらい。でもなんかこの時間以外あんの見てなくないですか。確かに基本的にここだけだよね、なんか、うん、これいいな、もうちょっと時間が、何時間、うわ、時間、終わった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 、早っ、終わった、終わった、マジか。2分って全然ないんだね。めっちゃ短いっすね。なんかちょっと疲れる2分ですね。これもポケジェニックみたいで、これ影がピカチュウになってるから立つと自分の影がピカチュウになってるって状態になるんですよ。ちょっとこれ今からやってこようと思います。ですね、最初ここオープニング撮ったところのすぐ近くなんですけど、あの札幌テレビ塔があって大通公園があって、そのすぐ近くの丸井かな、うん、はい、大通駅
のすぐそば、ここにもねちょっとポケジェニックあるということで来ました。ちょっと行ってみましょう、うん、あ、あったあったあった、うわ、あれや、出た出た出た、こんにちは、空いてる、見てもらってる、かわいい、かわいい、こういうこと、そうだよ、こういうこと、これむちゃくちゃいいわ、上がる、なんかさっきのピカチュウのやつ難しかったけど、うん、これあのそう、ほぼこ向きでいいし、映える、そうそうそう、あとシンプルにここ来るとちょっとおーってなるわ、これかわいい、めっちゃかわいい、ちょっと嬉しいっすよね、もらってる感じが、いや、そう、かわいいのよ、カビゴンが大きくて優しい感じ、うん、いいわ、他にもね、まだまだあの市内楽しめるところあるんで、どんどんそっちも行きましょう。ずっとあの開けるのを忘れていたあのリサーチですね、ちょっと2ページ目終わらせました、はい、 OK、 じゃあちょっと3ページ目ですよね、卵返して、あ、レイドやんなきゃいけないよね、おー、なるほど、あ、あと XP、 じゃあレイドバトルちょっとやらないといけませんね、そしたらまあリモートでちょっと移動しながらダークライやって終わらせますかね、はい、なんか黄色いさやつが貼ってあるな、なんだろうなと思ったらさ、電樹木ですよ、これ電樹木、電樹木、あとは向こうです木今回ね、先行実装一応しますから、イベント会場でまあそれの関係なんでしょ、アンノン出てる、アンノン出てる、アンノン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 、タップしてください、私これ色違い、あの別で、はい、ちょっともう、どういうこと、はい、色違い、どういうこと、ダルマが出たんです、ダルマが出たの、え、ダルマが捕まえさせて、ちょ、あの、いいよ、捕まえていいのよ、混み合ってる、あ、本人やから、すごい混み合ってる、今なんか情報が、ガンそう、ヤス君、なんか、なんなんて言いながら、そう、どれを勝てりゃいいんだお前らって言って、俺らももうヤス君だからって言ってちょっとあの甘えてる節はある、うん、もう素材もうあのやってくれるって思ってる、あー光らない、やばい、もう時間ない、時間ない、時間ない、もうダメです、もうダメ、僕はもう湧いてる分はほとんど触りました、嘘、残念、あー終わった2分、あー、お疲れ様でした、終わった、今絵がすごい幸せでした、もう画面いっぱいのピカチュウ、やばー、いやー、ピカチュウ好きの人はたまらない映像になりましたね、やばかったな、ちょっと、はい、こちらポケジェニックのね、これロコンちゃんですね、
こっちがロコンで、そっち側にアローラロコンがいるんです。かわいいのよ、ヒゲかわいい。で、これ足跡もついてて、かわいい。入ってきてるんです。かわいいね。むちゃくちゃいいです。普通に休んじゃう、ここで。そう、このままもうここでずっとお茶しちゃう。でも、ほんと上にはあるらしいんで、ちょっと上も行ってみましょう。うわうわー、かわいい。見つけちゃった。見つけちゃったよ。見つけちゃったよ、これ。これ。かわいい。手がねーよ。手がやばい。小さい。かわいい。もろてください、ギクと早く。お昼ご飯でございます。こちら札幌駅地下吉野さんですね。これおすすめされたんで来ました。味噌ラーメンいただきます。で食えの最高だわ。すげえ舐めて取るやん。そんなにはいらないでしょ。皆さん考えかな。あ、かわいそう、かわいそう。いじめじゃん、ただの。私はコーンのせ。いただきまーす。スープいただいちゃう。うまっ。ちょっとピリ辛。そう。おかげで、うまっ。ごちそうさまでした。はい、ということで、午前中ですね、一応終了というふうになりました。お疲れ様です。お疲れ様でした。いや、取って食べてポケジェニックして、午前中すごいゆったりのつもりだったんですよ、なんか、うんうんうん、全然ちゃんと動いた、びっくりしてる。ということで、で今回なんですけども、まあ色違いね、午前中、まあ、狙ったわけなんですけども、ちょっとあのもう、ですね、まあの、まあ、見ていただくのが一番早いかなと思う。また卵が割れる。本日僕が撮った色違いをご覧ください。はい、下にいるニョロモから始まりまして、ペロッパフ、ルナトーン、カビゴン、モンメン、ロコン、タマザラシ、カビゴン、沢村アンノーンです。で、まあ、のここまで動画見ていただいて皆様ご存知だと思うんですけども、おい説明してね、色違いむっちゃいるじゃねえかと。先般はこいつです。今回久しぶりにロケちゃんと持ってきたら、こいつが鬼のように色違いを捕まえてしまいまして、しかもカビゴンみたいな、今回みんな欲しいじゃん。あとアンノーンも欲しいじゃん。あと沢村とか持ってないじゃん、みんな意外と。ペロッパフも今回じゃん。取れ高が、ちゃんと収められなかったね。よいしょ。 YouTuber にあるまじき行動だと思います。さあ、でした。モンスターボールプラスの利用は計画的にね。リュックが、もういいんです、そんなものは。ただ僕だけじゃないと思うんですよね。そんなことないですよ。いや、山田さんが全部悪いと思う。あ、本当ですか。結果あんま取れなかったんですか。少なかった。1、2匹とかそんな感じですか。あ、まあ、そうですね。まあまあ、1、2匹ぐらいかなって感じ。全部出せ。全部出せ。6です。それも全然映してないな。そうですね、私も、うん、まあ、ヤナップに始まり、うん、ヤナップだよ、まずそもそも。ダルマッカーは映ってたんですけど、それ以外全部映ってた。4、じゃほぼじゃないか。ほぼ全部。エビワラしてるなと思う。
クラブ満期宿はちょっとあれなんですけど、なんか言うことは抜け出しますか。よしよし、計画的にね。最初なんか勝負とか言ってたんですけど、はい、なんかもう、まあ、普通に負けたんですけど。そうですね、ただあのまあ勝ってます、してないです。あのお互い色違い出したたびに、おいって、なんか毎回、うわそう、あうわそうっていうなっちゃったんで、なのであの、まあ、勝負はもうなかったことにします。はいはい、あのまああのいっぱい出ちゃいましたっていう動画でした。ということで、あの午後も頑張ります。午後が本番なんでね。そうです、はい、午後頑張りましょう。そうです、午前中で10匹色違い出して満足してんじゃねえと。え、だって僕まだねお猿さん3匹そう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 、あれの色違い出してませんから、うん、一番欲しいとこ、そうここ狙い、ということでこの後ですね、会場長島公園の方に向かおうと思います。ということでそちらの動画はまた別を動画になりますので、よかったらそちらの方もご覧ください。ということで今回はこれで終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。私はまだ Twitter、Instagram やっております。よかったらフォローお願いします。まだゲームチャンネル、サブチャンネル、ポンタのチャンネルございます。もしよければこちらもチャンネル登録よろしくお願いします。そしたら次回の動画でお会いしましょう。バイ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 。反省会しながら帰りましょう。